反董卓連合の勢いに業を煮やした董卓は洛陽に火を放ち長安に遷都した。洛陽に一番乗りした孫権は復興作業に尽力した後、宮中の井戸から伝国の玉璽を見つける。玉璽を得た孫権は袁紹と争いながらも調査に帰還し、同じ頃曹操もまた連合軍に見切りをつけて立ち去った。かくして董卓を倒せぬままに連合軍は瓦解し、諸侯はそれぞれの思惑で動き争い始めた。中でも諸侯の動向に強い影響を与えたのは四聖三公の名門である袁紹と袁術だった。袁紹と袁術は互いに相手を牽制せんと、袁紹は劉表と袁術は公孫さんと手を組んで対峙した。遠くの相手と交わって近くの敵を攻める、いわゆる援交均衡の形成である。時に漢の諸平二年、主導権を握るのは誰か。漢との戦いは曹操の勝利に終わり、曹操は袁家を滅ぼして華北を手中に収めた。やがて曹操が大軍を率いて慶州に侵攻すると、劉表の後を継いだ劉曹は戦わずして降伏した。一方劉備は数十万の民と共に曹操軍から逃れると、甲賀の劉貴と合流し、そこで孫権軍の呂宿と会談した。呂宿から共同戦線を提案された劉備は、孫権と同盟を結ぶべく軍師諸葛亮を東吴に派遣する。曹操の大軍を前に孫権軍も揺れに揺れていたが、諸葛亮は降伏派を論破し、孫権に同盟と開戦を迫った。さらに周瑜が曹操軍の不利と自軍の勝機を唱えると、ついに孫権は開戦を決断し、机を切って意思を示した。全権を託された周瑜は精兵を率いて長江を遡上し、赤壁において曹操の大軍と激突する。時に漢の建安13年、この大戦は後世に語り継がれる。赤壁大戦後、劉備は慶州を関羽に任せ、益州に入って劉璋を下し、三国鼎立の形成を成した。劉備の飛躍に憤った孫権は劉備に慶州の返還を求めるが、劉備は弦を左右にし、両者に一触即発の空気が漂う。結局劉備と孫権は慶州を二分することになったが、これは孫権としては大いに不満の残る結果だった。その後曹操と劉備が漢中をめぐって激しく争い、勝利した劉備は漢中王となって魏王曹操に対抗する。勢いに乗る劉備が慶州の関羽に北上を命じると、これを恐れた曹操は孫権を動かさんと画策する。この頃には孫権と劉備の同盟は完全に形骸化し、むしろ孫権は虎視眈々と慶州を狙っていたのだ。かくして慶曹の地慶州をめぐり、関羽を打倒せんと
曹操軍と孫権軍が密かに連動する。時に漢の建安24年、風雲急を告げていた。魏、呉、蜀による三国鼎立の均衡が続く中、蜀の諸葛亮は5度目となる北伐を敢行した。しかし魏の芝居との決着はつかず、五条原において諸葛亮は病に倒れ陣中に没した。諸葛亮亡き後、蜀では荘園と比企が国政を支え、脅威が軍を統括して国力の回復に努めた。魏では宋英が官源を無視して宮殿造営を盛んにし、これにより国庫は傾き、臣民は大いに疲弊した。そんな中、表向きは魏に臣従しながらも、事実上領土に割拠していた公孫円が魏から独立する。これまでも公孫円は魏と呉を天秤にかけてきたが、いよいよ自ら円王を称し、公然と魏に反旗を翻したのだ。事態を重く見た宋英は芝居を召喚すると、速やかに領土を征討するよう軍を送り出した。時に魏の慶初2年、東方に感化の音が響いた。